お肉だけじゃない、淡白な味わいとふわっとした食感が美味しい白身魚のロールキャベツをご紹介します。材料はご覧の通りです。では作り方です。まずボウルにタラ、材料 A を入れて混ぜ合わせ、4等分にして成形します。キャベツで包み、包み終わりを爪楊枝で留めます。同様に合計4個作りましょう。鍋にロールキャベツ、材料 B を入れ、中火で煮立てます。キッチンペーパーなどで落とし蓋をし、弱火で15分ほど煮ましょう。器に盛り、パセリを添えれば出来上がりです。白身魚の旨味とコンソメベースで作る優しい味わいの洋風おかずですよ。ぜひお試しください。